英会話スクールイングリッシュパートナーズの末田香奈子です。この道の突き当たりにあります。英語では、it's at the end of this street.EP ビルですかこの道の突き当たりにありますよ。は、EP building?it's at the end of this street となりますえ。観光で来ている外国人に道を尋ねられた際に使えるフレーズです。at the end of 〇〇で〇〇の一番最後にという意味があります。 え、まるまるのところにこの場合は street が入っているためえ、この道の一番最後という意味になって、つまりはえー、この道の突き当たりというのを表現できています。この道の突き当たりにあります。英語では it's at the end of the street。ぜひ使ってみてください。会いに行く英会話、スクール、イングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました。